見事な勝利でした。お疲れ様でした。まずはこの最多のサポーターの前での勝ち点3、今日の試合振り返ってください。この敗戦の後の苦しいゲームをやはりものにできたのは、このやっぱり今季最多の 17,500 人以上のこのサポーターファミリーの声援とパワーがあったからだと思ってますから、本当にこの熱く苦しい中で最後まで選手を走らせてくれましたし、それに応えてみせた選手、本当にこの IIS スタジアムは素晴らしいスタジアムだなというふうに思ってます。前半は1対1でこう折り返しまして、後半少しシステム変えてきたと思います。このあたりどんな狙いがあったんでしょう。まあ、相手もいろいろこう立ち位置変えたり、ボックス型っぽくなってきたりだとか、 あとはこう少し長いボール入ってきて、何かこうイレギュラーが起きるのが嫌だったので、一つのケアレスミスも起こすことなく、事故さえ起こさせないような、そういった、願いを込めて、しっかりとシステムを変えました。そして今日は久しぶりに先発した白崎選手が見事結果で応えてくれました。本当に嬉しいですね。いや、もう白もそうでしたし、千もそうですし、本当にこれっていつも言いますけど、日頃から自分にして素晴らしい努力しなければ、こういうチャンスもできた時にあんなにハイパフォーマンス結果出すことできませんから、本当にこう2人の日頃からのやっぱりこう努力だとか、チームに対するやっぱ思いみたいなもの、本当に、頭が下がりますし、本当に尊敬に値する2人の素晴らしい選手がまた出てきてくれたなというふうに思ってます。そしてこれでホームは負けなしです。さらに2位との勝ち点差広げるために、ここから連勝記録乗せるためには何が必要でしょうか。やはり負けた後ってやっぱこういう苦しいゲームになりますから、でもこのゲームはやっぱりこう勝てるとか、あとは連敗しないって、なんでかって言ったら、我々はホームで絶対に負けないんだっていう、勝ち点取れるんだっていうところがありますから、そこを必ず今後も続けていって1年間必ず優勝して終わりたいなと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。